こんにちは。こんにちは。直達会愛がいっぱい人が大好きですの、番組の時間です。直達会というのは、私が、鹿児島県奄美大島出身、9人兄弟の9番目、愛されて育ったので愛がいっぱい人が大好きです、奥宮直達と言います。直達会、というのは、大好きな素敵な友人と、出会った素敵な方にお声かけして毎月開催している、交流会です。日本一、世界一、国内外で活躍する方、本当に誠実で、素晴らしい志のある方々です。でまたその1200人メンバーがいるんですけども、その方をメンバーでみんなを応援しようということでございます。で、こちらにある本は、直達会メンバーのうち25人で出した経典愛人と仲間たちという本でございます。ベストセラーにもなっておりますので、ぜひ、お読みください。今日の、1人目の、友人は、イタリア料理研究家、また声楽家、食を代表の、田中俊之さんです。よろしくお願いします。はい、田中と申します。今日はよろしくお願いします。お願いします。じゃあ、一言お話ししますか、それとも写真からも行きますか。じゃあまずは、少し説明しますけど、はい、直達さんのご縁でですね、今日こちらで出演が決まりました。まあ、声楽家ということと、あとは合同会社食をって言って奄美群島の、ね、食材を使って商品を出しているという形のご縁で今日こちらに来ておりますが、前直達会で母さんの歌を歌ったのが忘れられないんで、今日は歌を1曲また2曲歌ってくださいというような申し入れがありましたので、今日は喜んで参りました。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。まずはですね、食王の素晴らしい食材のご案内をしたいと思うんですけども、まず写真を、出していただいてよろしいでしょうか。はい、お願いします。お、これはまた素敵な、あれ奄美大島ってどこですかね。そうです、これはね、徳之島なんですけどもね、商品が完成した時に海に置いてですね、写真を撮りました。はい、本当にですね、商品のデザインが奄美群島の海とぴったりなんですね。はい、うんうん、食材も本当に健康長寿の奄美群島のものをたっぷり使っておりますので、本当にありがたいことに、この奄美群島の、JAL のオンライントリップの特集の中で4つのアイテムのうち2アイテムをうちの商品が選んでいただけたという形で、今本当に奄美徳之島が盛り上がる、世界遺産で盛り上がる時にですね、ありがたい嬉しいニュースでございます。素晴らしい。もう一枚お願いします。はい、これが合同会社食を、で今5つのアイテムが出ておりますが、一番右が埼玉県の食材です。左がですね、主に奄美群島の食材で作っている、本当に食べ物を美味しく、そしてまたコロナの後の食卓にですね、本当に輝きと美味しさ、健康を取り戻すための調味料でございます。はい、もう一枚の食を の、注文画面の写真っていうか、QR コード、それはなんか最後に私がね、退場する時に、ね、最後に、ね、はい、分かりました。さっきですね、私今日田中さんからこちらのですね、3点セット、食王の商品、全部5点セットを購入させていただきました。はい、ありがとうございます。いや、このおしゃれな箱にドロップスオブクラウンですね。はい、そうです、王冠の雫です。はい、これのこの、3本セット、こちらに、また、こちらは、これはやばい、徳之島。徳之島のもう、徳之島といえば、長寿世界一、泉重町さん、そうです、そうです。世界一のもういい食材がいっぱい詰まっております。また、これはやばい、埼玉。はい。これはまた埼玉のいいもの、埼玉探すといいものがいっぱいありますので、全部入れちゃいました。今日フェイスブックで国際演歌歌手のチャムがこれやばい埼玉、そう、何でも美味しい、美味しいと、そうそうそう、ということで投稿してて嬉しかったですね。ありがたかったですね。ありがたいですね。これも直達さんのご縁でございますよ。もう素晴らしい、こういうパンフレットであるとかですね、これはやばいシリーズにまた、こちらですね、
使い方レシピをついておりますの ので初めての方でも、またあの、こちらですね、あの田中さんがあの出演終わりましたら、QR を出すようにしますのでよろしくお願いします。はい、では早速、はい、じゃあ歌を、あのじゃあ母さんの歌入りますね。で、あの説明からお願いします。はい、あこの母さんの歌というのは母さん出てきたり父さん出てきたりいろいろなのでございますが、実はこれあの高校な息子がですね、いろりの匂いが母さんが送ってくれた手袋にしたと。このいろりの匂いがしたということは、母さんが仕事が終わって火がもったいないので火を消して部屋がいろりの匂いになって暗いところで母さんが作ってくれたんだなっていうのが分かるわけですね。その中で今あの雪に閉ざされた父さんと母さんは今頃何してんだろう、こんな手袋は母さんがすればいいんじゃないか、父さんは顔を見合わせても頑張れしか言わなかったけど今も元気かなって、その心の中の父さんと母さんの会話で歌うのがこの母さんの歌でございます。では1番2番3番参りましょう。母さんが夜鍋をして手袋編んでくれた、木枯らし吹いちゃ冷たかろうってせっせと編んだだよ、ふるさとの頼りは届く、いろりの匂いがした、母さんは浅いと紡ぐ一日紡ぐ、音はどまで笑うち仕事、お前も頑張れよ、ふるさとの冬は寂しい、せめてラジオ聞かせたい。母さんの赤いレイタイ生身そうすり込む、寝行きも溶けりゃもうすぐ春だで、畑が待ってるよ、小川のせせらぎが聞こえ、懐かしさが染み通る。素晴らしい。ありがとうございます。ありがとうございます。いやでも本当直達さんがこの母さんの歌いいなって、説明もいいなって、あの親孝行だからこそ気がつくっていうところですね。母さんはあの本当に赤切れに味噌を塗ってかゆさをごまかしてたっていう、そういうね、あれで治るんですかって人もいるんですけど、実はあれをつけてごまかして我慢してたってことですね。で実は母さんの歌があれば父さんの歌っていうことで、あの実はこれ私の父が亡くなった後夢を見ました。で夢の中で亡くなっているのにしっかりあの消えずにいてくれて背中が触れたんです、うん、で触った時にですね、父にありがとうありがとうって言った時にその手があったかかったんですね。なのでそのことをあの大切に詩を書いたらば、うちの母ちゃんのふーちゃんがですね、うん、あの曲を作ってくれましたので、ここで父さんの歌、亡き父さんの歌を参ります。
父が育った街角はいくつもの不切の時を越え今でも私に伝えている父が住み私が生まれたあの家もなくみんなみんな変わってしまっているのに ある日私の夢の中帰るはずのない父がそこにいて捨ててこう姿でくつろいでる夢なら覚めずと言いながらすぐには去らずにいてくれたあの背中のぬくもりはありがとうの塊で本当は夢ではなかったのかもしれない育った街角で父の笑顔が光ってる懐かしい顔ではにかんでる私の知らない頃の父なのに私の知らない頃の父なのに頑張れ頑張れって言いながら頑張れって言いながら素晴らしいですね。あのお母さんの歌もお父さんの歌もありがとうございます。そしてあの何よりその奥様のふーちゃん、はい、あのふーちゃんは素晴らしいですね。あの、やはり前回 の、 あのイベントの時にもですね、あのコロナの中であの、まあ、歌うことができないということであの大変な時にふーちゃんがお父さん、それはあのこんなコロナなんかに負けないようにね、知恵を絞って私が演奏するから録音してそれを流せばいいんじゃないって、あの本当に素敵な奥さんですよね。ありがとうございます。本当にうちの命の恩人だと思ってます、うん、はい、あの曲も素敵でしたね。その絆もそうですし、あのありがとうございます。あの、もうあっという間に時間になりましたけども、うん、あの、
皆さんに予定だったりお伝えしたいことがあれば今後の予定とか、はい、ありがとうございます、はい、いやもう本当にね今日ここにいるのも不思議なご縁で、まあ、直達さんのおかげなんです。でまたこの間も直達さんのご縁で知り合った方で、うん、この番組のね、うん、キャスターをやられてる、うん、アマテラス桜子さん、まあ、あの第1と第3の日曜日の夜の8時からねこちらであのキャスターやられてる方がいらっしゃいまして、うん、その方もやはりその会のご縁で実はここのですね鳥越アズーリ FM の今月18日の夜8時からメインゲストで50分番組であの出演することになっておりまして、こっちの方はねもしかしたらだいぶ砕けた感じでちょっと今日は真面目です。なぜ亡き父今日来てたかもしれませんので、はいはい、亡き父とそして母さん母もね天国ですけれども、うん、まあそういった感じで今日このスタジオにいるかもしれないと思って歌ってたので、はい、あんまりハメは外せませんでしたが、はい、まああのアマテラスさんの番組は多少ハメを外しつつも、まあ、開運になるというそういうような感じでの番組だということなので、はい、まあ、今月に2回こちらの番組でですねまた生歌も歌っていいよというふうに言われてますので、うん、何を歌うか分かりませんが、はい、まあ、あの本当にですねご縁をいただきました直達さんとそしてこのご縁をいただきましたアズーリさんにですね、うん、あの感謝を申し上げてあの、まあ、本当にですね短い15分でしたけれども楽しませていただいたお礼をね、はい、あの伝えさせていただきます。どうもありがとうございました。皆さんどうもありがとうございました。あのふーちゃんにもよろしくお伝えください、はい、伝えます、はい、ありがとうございました、はい、でこれがうちの会社 の, あ, のあれでございます。はい、じゃあ今のうちに2人目の出演者ゲストでございます。こんにちは、銀英以下でまたあの尺八奏者でもあります、前田健司さんでございます、どうぞ、はいはい、よろしくお願いします、はい、前田健司と申します。3歳から詩吟を始めて、はい、9歳から尺八を始めて今大学3年生をしています。よろしくお願いします、はい、お願いします。途中になりますけれども、コロナ対策をですね、しっかり取った上であの放送しております。よろしくお願いします。あと、まずあの、前田さんについてはあの素晴らしいですねあの詩吟とあとその尺八ということで、はい、後ほどあの詩吟の方をやっていただくわけですけれども、まずあの写真で、ご自身の紹介をしていただければと思います。はい、ありがとうございます。まず1枚目から、はい、そうですね、こちらが、はい、真ん中に写っているのが僕になるんですけれども、3歳の時に、うん、先ほど申し上げた通り詩吟を始めました、で後ろに写っているのが僕のおばあちゃんですね、そこにあるんですけども、実家が料理屋を営んでまして、はい、あのお母さんとお父さんがずっと忙しかったので子守りをできなかったので、はい、ずっとおばあちゃんちの家にいて、そこで子守りをしてもらっていたので、おばあちゃんが詩吟をやっていまして、そこでずっと詩吟に3歳から通っていたらだんだん鼻歌が詩吟になってきたんですね、というところで詩吟を始めようかということで3歳から、入門させていただいて、今ずっと始めて今20歳なのでちょうど17年目になりますね、詩吟を始めて。はい、あ、素晴らしい。で9歳の時に尺八を始めたんですけども、はい、ずっと詩吟の伴奏がずっと尺八が多かったんですね、そこで尺八をずっと小さい頃から音を聞いていて、いつかやってみたいなと思っていって、まあ、やっぱり尺八笛なので手が大きくないならないと塞げないということで、はい、うん、まあ、大体9歳ぐらいになって触ってみたら、まあ、意外といけるっていうことでなので9歳からずっと僕の詩吟の尺八の詩吟の伴奏の先生だった佐野翔峰先生に、うん、入門をして金光流尺八の方ですね、金光流という流派があるんですけど、そこで、今
9歳からのちょうど11年目ですね、今年11年目を迎えました。16歳の時に、金光流尺八師範のお免状をいただいて、はい、今、音楽活動をさせていただいています。今前田さんは20歳、今20歳です、すごいしっかりしてますよね、はい、あ、そうですか、はい、素晴らしい、大学生をしてます、ね、あ、そうですか、すごい、やっぱ人間が2枚目の、人間ができてますね、2枚目お願いします、これ、はい、そうですね、こちらが僕高校2年生の時に1年間アメリカのペンシルベニア州の方に、はい、留学に行かせてもらって、ここの、右端ですね、あの尺八を持ってるんですけども、はい、教会のバンドがありまして、はい、あのホームステイをしたので1年間、そこのホームステイの先のお母さんお父さんがずっとクリスチャンをされていて、うんうん、で教会でクリスマスコンサートをやろうって話になったんですね。そこでこの尺八、お父さんがホストファーザーが、はい、ベースギターをやっていたので、そこで教会バンドに呼んでくれて、うん、一緒にやろうよってことで、尺八の中で尺八として奏者として、混ざらせていただいて、ここで初めてこの西洋音楽のこのいろんな西洋音楽が集まった、うん、その融合音楽って言いますか、うん、そこをやらし経験して、うん、あ、これだなって思ったんですよね。これだなって思わ、ミュージック is a universal language って言って、はいはいはい、音楽は世界共通語であるっていう言葉がよくあるんです、はいはい、この時にまさにそれを痛感して、そうですね、やっぱり感想をいただいたんですけども、はい、この尺八のとってやっぱり聞き慣れないんですね、うん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 、アメリカ人の方にとって初めて聞く方もたくさんいましたし、うんうん、なのでこのなんだ尺八の音が入ったことでなんかまた一段と深さが出たとか、うんうん、自分の知らない世界観に出会えたとか、そういった感想をいただいて、うん、言葉、音楽って言葉いらないんだなっていうふうにそこですごい強く感じましたね、うん、素敵なお話ですね、はい、ありがとうございます、素晴らしい。じゃあ次3枚目にお願いします。はい、こちらは、富士山本宮浅間大社という、出身が静岡県の富士宮市というところでして、うん、富士山の麓なんですね。でずっと小さい頃から、生まれてからずっと富士山を見て育ってきて、これ富士山の本当に麓にあって、富士山本宮浅間大社というのがこの僕の富士宮の大きな中心的な存在なんですよね。やっぱり地元の住民の方たちにとってもやっぱり心の寄り添い場であったりとか、はい、そういう憩いの場であるんですけども、うん、まあ、そこで、中学生の時から毎年11月に大きな例大祭がありまして、そこで奉納演奏を1時間ほどいつもやらせていただいて、1時間やるんですか、はい、1時間、ね、すごいですね、やらせていただいてます。詩吟と尺八と、やらせていただいてますね。これがその時の写真 で昨年からちょっと残念ながらコロナで、例大祭のその奉納演奏自体が中止になってしまっているんですけど、今年は11月の3、4、5でいつもやってるんですけども、そのいつもだいたい4日にいつも僕出させていただいてるんですが、今年の11月4日もしかしたらできるかもということなので、もしお時間ある方いらっしゃいましたらぜひお願いします。素敵な神社ですね。舞台もああいう風にあるわけですか。特設舞台なんですね。特設作るんですか。そうなんですよ。そのイベント用に作るということですか。すごい大きな立派な神社で、ここからもう富士山が見えるんですか。見えます。もうそんなググっていただければ、富士山本宮浅間大社でやっていただければすぐ出ますので。そうですか。いや、それはいいですね。はい、これいいですね。いいですね。この大社。まあ、この浅間大社というのが、すごい歴史がある神社でして、富士山が世界遺産に登録された時同時に、この浅間大社も構成資産として、まあ、ある意味文化遺産として登録されたんですが、はい、まあ、その歴史の面から見るといろんな武将が、はい、奉納とか寄進をされた神社なんですね。でその一人が武田信玄公ということで、はいはい、やっぱり甲斐の国の山梨県の、はい、武将といえば武田信玄公で、やはりこの富士宮市とも昔から関わりがあったといいますか、うん、というところで、この武田信玄公に関してずっと小さい頃からなんか親近感といいますかね、うんうん、そういうのを感じていたんですよね、はい、まあ、そういったところでずっとそれはその置いといてたんですけども、ある時お父さんが、本を持ってきて、なんかうちの本なんか家計だかなんだかみたいな話で、はい、本があったんですけども、見たら僕のお父さんのお母さんですね、その、家の家計が
武田信玄公の武将武田24将図というの24将というのがいるんですけど、騎馬軍団の、ね、ですけど、まあ、その一人土屋正嗣という方がいらっしゃって、はい、その方の家系の血をちょっと継いでるみたいな、ああそういった話があって、まあ、余計なんか武田信玄公になんか親近感湧いてしまったというかというところで、あの今日はその歌を詩吟の方を歌謡吟詠という歌と詩吟が、はい、混ざった、はい、音楽になるんですけれども、それをご披露させていただきたいなと思います、はい、ありがとうございます。ではすいません、ちょっと立ちますね、はい、お願いします。ではよろしくお願いします。あー武田信玄。石垣ひとあしろ、この主ありてこの家来、やるぞ攻めるぞ打ち取るぞ、さあ祝夜顔を渡る暁に見る戦費の
さんの旗風に怒涛波打つ山桜、たとえこの身は倒れても夢は大きく都の空へ駆けて大きく流れ星。やっぱり前さんかっこいいですね。やっぱりその、まあ、顔自身もこうすごいかっこいいし、その誠実で、やっぱりそのおばあちゃんにこう育てられた、はい、そのやっぱり多分優しさであるとかですね、愛されて育っているので、その優しさであるとか、はい、やっぱり詩吟とか尺八とか本当いいものにこう触れて、そうですね、はい、とてもだから心がとても穏やかにこうやっているから、そういう形に素敵になってるんだろうなと思いますね。嬉しいですね。そうですね、まあ、やはり詩吟とか尺八、まあ、日本の伝統芸能文化っていうのはやっぱり、心がやっぱり一番の基本になると思うんですね、うん、はい、詩吟歌う時にもやはりこの個人が作られたその詩というものに思いを馳せて、はい、どんな思いで書いたんだろうかとか、そういったところをやはり大事にしていって、うん、それがやはり日本の文化の、神髄なのではないかなと僕は思っているので、先日 の、 モンテネグロの番組の時に、はい、まあ、番組の後かな、そ、ね、交流会で、その湘南校の歌、はい、そうですね、あの歌も本当は詩から何からいい歌ですよね。はい、本当素晴らしい詩だと思います。いや、とても良かったですね。で、やっぱりその歌も良かったし、はい、また当日急遽こう録音でってお願いして、はい、朝早くに録音でってお願いして、はい、それを、いや、それをね対応してくださって、はい、だから本当にこう何でしょう。そういう、 こう臨機応変な対応こうっていうところで言うと、やれる中でですね、はい、ベストを尽くすと、そうですね、でいろんなことがやっぱりあるけれども、はい、そのできる中でいろんなこう、ことをね、そのベストを尽くしていくと、はい、いいものをより良いものを作っていくっていう、こういう時だからこそですね、コロナで素晴らしい話ですよね、はい、やっぱりでも今20歳って大学2年生ということは大学3年です、ね、3年で4年まで、そうですね、あと 1年半ぐらいですね、はい、大学卒業したらまたその音楽活動がメインになるような、ね、はい、今ちょうど先月あたりに、はい、トランペットと和太鼓と、はい、尺八の3人の、はい、バンドを組みまして、はい、暁というバンドなんですけど、かっこいい暁、漢字ですか、漢字で書きます、はい、暁というバンド、まあ、どちらでもいいんですけど、アルファベットでもいいんですけども、それで活動していこうと、世界を目指していこうじゃないかってことで、いいですね、はい、頑張っていきたいと思います。素晴らしいですね。だからやっぱりその和ももちろんいいけれども、トランペットもあるわけですね、はい、そうですね、やっぱりさっきのそのアメリカの、ペンシルベニア、はい、あれやっぱりいいですよね。だからやっぱり本当にユニバーサルランゲージ、はい、かっこいいですよね。やっぱりいい、発音も良かったですけど、やっぱりいや本当に世界が音楽でね、こうもう万国共通で、はい、仲良くなるということ で、うんうん、そうですね、でまた日本の文化伝統もしっかり発信しながら、世界と仲良くできるという意味で言うと素晴らしいですよね。はい、そうですね。今日はですね、図書3人目をですね、ハーモニカ奏者の、平松さんを、ご予定していたんですけれども、前の仕事が、大幅に遅れてしまったために、出演、生放送なので出演ができないという連絡が今来ましたので、田中さんと3人で、やりたいと思います。よろしくお願いします。いや、急遽また出ることになって、いや嬉しいですね。15分じゃ短すぎるというふうに思ってましたので、
本番が終わったんでね、だいぶリラックスして軽いお話もできて、はい、とても良かったです、ね、本当ですよ。また改めてよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ですね、このお二人についてはモンテネグロの番組でもですね、モンテネグロを素敵に紹介する番組でも素敵にお話また歌ってくださって、とても感謝をしております。皆さんとても感動しておりましたので、よろしくお願いします。いや本当ですね、そのモンテネグロの取材があった時にぜひ母さんの歌を具体的にちゃんと説明してって、その歌の意味を説明して歌ってくださいって前からねオファーがあったんですが、ただコロナでそのホテルの方が歌は困りますっていう状況の中で、田中さん最悪歌がなくなっちゃうかもっていうところでですね、先ほどのお話につながるんですが、じゃあ録音しちゃって録音しちゃってそれを流すぐらいならいいんかなっていうような形で、急遽その朝の6時ぐらいですよね。そうですね、そう朝の6時なんですよ。それで急遽あれ今日なくなっちゃうんだっていう形でじゃあそしたら先ほど言ったようにうちの女房のふーちゃんがね、うん、録音しちゃったものをせっかくだったら解説は生でやって、うん、歌の部分だけ録音聞いてもらえばみたいなことを言っていただいて、まあそれでだったらじゃあ尺八の方も録音していければいいということで、急遽やっぱり ね朝録音することになって、だからそういった意味ではやっぱり心ある人は前向きなんでね、急場をアイデアでしのげるって、まあコロナもねこういう感じで乗り越えていければいいんじゃないですかって直達さんに言っていただいてね、やっぱり何でも前向きだったらアイデアっていうのは湧いてくるっていうことで、まあいい経験をさせていただきました。はい、ありがとうございます。この番組でですね、何でしょう、2人でこうやってるのが3人になったからとても嬉しいんですけれども、うん、ぜひですね今田中さんが話してくださったんで前田さんに一言、前田さん前回のモンテネグロだったりとか、はい、今もそうですけれども田中さんの母さんの歌とか、うん、また、亡き父の歌絆とかを聞いたと思うんですけども、ぜひ歌だけじゃなくて田中さんのいいところを褒めていただければ嬉しいですね。本当に時初対面でしたけども、はいはい、母さんの歌を聞いて本当に感動してしまって、あの時母のお話もいろいろあったんですよね、はい、いろいろ、うん、その時にもうわーこのやっぱり先ほど僕も言ってましたけど心っていうのがやっぱりイタリア声楽でもやっぱり心っていうのは大事になってくるんですよね。やっぱりね歌はオペラにしろ、日本の歌にしろ、やっぱりね詩吟にしろ、やっぱり、うん、基本テクニックは大事ですけども、うん、それよりも大事なのはある意味心ですよね、人柄とね、はい、本当に心が伝わってきて、はい、金銭に触れたと言いますか、ありがとうございます、本当に感動しました、あの時は。素晴らしい、もうぜひ田中さんから、はい、ぜひ前田さんを、はい、ね、前田さんはねまだ20歳っていうことでびっくりしました。いや私もびっくりしました。確かにね、こんなに、ね、落ち着いて見た目はね可愛くてちょっと素敵な男の子って感じですけど、でも心はもうちゃんと成人しきってますよね、だからこそ歌の心とか詩の心を正当に日本人のなんて言うんでしょうかね、いろいろアイデンティティとか遺伝子を持って演奏されてるんで、すごい素敵だなと思って見てます。ありがとうございます、本当に日本的なものであるならばコラボも今度できるですよね、ぜひやりたいですね。もうあの時にやりましょうとはちょっと言ってたんですけど、こうやって具体的にオンラインとかね、放送でやりましょうって決まっちゃったのでね、ぜひやりましょうよ、はい、その新しいグループでもね、ちょっとなんか3人の方に伴奏していただいて、和のものとかをね、歌えたら素敵かなと思います。はい、そこからの声でね、ぜひ歌えればと思います。今話を聞いていて一つ分かったのがありました。前田さんがね、はい、やっぱり人間ができてるのの一つには、ほら人間学の月刊誌の父、はい、母のイベントにも出てくださったんでしたですよね、はい、父出版社の別冊の人間学のですね、11万人月刊購読者がいる父のそれの別冊の母という本と、また大好きな素敵な友人でタレントの青木さやかさんが母という本を出したので、ダブル母の講演会を直達会でやったんですけど、その時にも前田さん来てくださって、やはり前田さんのおばあちゃんでしょうか、はい、そのそうです、父をもうずっと取っていて、やはりその、はい、やっぱりその父をこう目を通してとか、だって
ね、二十歳でこんなに人間ができていて、ね、優しくて素晴らしいですよね。はい、もうモテモテですよね。ですよね。もう三拍子揃っちゃってるね。お顔も心もみんなね。そうそう。これ世界の前田健司みたいな、ね。いや、いいね、いいね。いや、もう素晴らしい。前田健太を抜くかもしれません。面白いね。ちょっとあの田中さんにはちょっと奄美徳之島の話なんかも、うん、ちょっとあの、いや、もっと振り、本当ですね。実は皆さんも秒読みなのですが、奄美群島徳之島、そのあたりがですね、まあ、今度世界遺産、うん、世界遺産、自然遺産になるんです。うん、まあ、そのような形でですね、奄美徳之島というのはこれから本当に話題になると思います。うん、そしてまた食べ物と人柄と自然がいいという形で、私も今回会社職を立てさせていただいた時に、本当にいい食材を日本の中から探す時にですね、まあ、奄美の人と知り合いになって、奄美の食材はいいよと、で、まあ、一度行ってみるしかないなと思って行ったんですが、本当に直達さんのようにもう本当に表裏なくて本当に素敵な人ばっかりです、これ本当に。なので、まあ奄美とか大島とかね、徳之島に行くと、まず素晴らしく美しい空と海と山、うん、大地が迎えてくれるんですけど、それより感動的なのはやっぱり人と、うん、そしてその食材ですよね。なので本当にそこで知り合った人たちとのご縁も楽しみだし、そこの食材はやっぱりいいところだからこそ生まれる食材、まあ、そういう人との出会い、食べ物との出会いの中で、まあ、生まれるものがある。やっぱり人は生きているからこそ、前向きだからこそ出会えて、その出会いを生かすということですよね。で、まあ、それで私を応援してくださる方がいろいろいらっしゃる中で、奄美徳之島っていうのはやっぱり神様に支えられている神の島だという形でね、まあ、本当に神事をやられている方もいらっしゃいましたが、ただ本当にですね、一番びっくりしたのは、もう命とか大地とかものすごく大好きです。もう奄美の人は世界中奄美が一番好きってはっきり言いますねもう直達さんもね、もう本当に奄美大好きで、そして、まあ、奄美が含まれてる鹿児島県、はい、鹿児島県も、まあ、いろんな歴史的なことはあるんですけど、その包括してね、大好きなんですよね。まあ、日本の歴史を見た時に、やっぱり鹿児島というところは特別なところです。明治維新につながるのもリーダーシップつなげてますしね、まあ、そういった意味では本当にもっともっと歴史的なことも奄美大島は知りたいと思うし、まだ実は徳之島には毎月1回2年間行ってましたけど、奄美はまだ3回しかざっくりとしか行ってません。なのでまだなぜよりも奥には行ってないっていうことで、皆さんになぜって言われるんですが、面白いまあ今度はですね、もっともっとずっと奥の方の島の方まで含めてですね、時間を取って奄美大島、できれば直達さんにね、紹介していただいていければなと思います。行きたいですね、行きたいですねそこでライブしましょう。あ、いいですね、行きましょうよ。奄美はですね、やっちゃいましょう。奄美は歌の島って言われてるんですね。やはり民謡大会の日本一とかも、うん、何人も輩出しているぐらい歌が大好きで、うん、ライブハウスもいっぱいありますし、やっぱりこうみんなが浜辺で歌ったりとか、うん、そういう歌遊びとかっていうのもありますので、うんうんうん、まあ、ぜひ直達会 in 奄美ということで、みんな最近みんなからやっぱり奄美に行きたいっていう話をいただいてるので、ぜひコロナが落ち着いたらみんなで行きましょう。行きましょう、ぜひ行きましょうね。田中さんは徳之島でコンサートとかはやられたと思うんですけれども、はい、まあ、奄美で3回やってますけど、まだ奄美ではやったことない。直達会奄美だと、ぜひいろんなメンバーがですね、そこで歌ったり演奏したり踊ったりとかやることで、うん、でまた奄美の方も入っていただいてももちろん大丈夫な形、うんうんうん、まあ、奄美の直達会メンバーも、はい、来てくださるというのでもいいと思うし、ぜひやりたいと思います。いや、今度前田さんにぜひ、前田さんのそのこう何、アメリカの、はい、アメリカ1年間でしたでしょうか。はい、そうですね。いいですね。それは何、語学留学ですか。はい、語学留学を目的で。だからですね、だからあれですね、ユニバーサルランゲージのランゲージとかのこの発音が良かったけれども、今も何か やられてるんですか。そうです、大学も英語学科に、はい、所属していて、今英語もやっています。でもやっぱりね、言葉がやっぱり話せると、
やっぱりこう世界とね仲良くしようとか、世界でこうアーティストとしてやっていこうという時にも、まあ、英語がねやっぱり話せると必要ではありますね。そうですね、やっぱあの、うん、なんかコミュニケーションがちゃんと取れた方がいいですからね、はい、そうですね、それは本当にそう思います。英語で詩吟なんてのは無理です。面白そうですよね。なんかその言葉 の, その意味をちゃんと理解して、それをどういうふうに訳すかっていうのが難しくなりますけど、 で, す、ね、でもやってみると面白いかもしれない。奄美の島唄も詩吟でやってほしいな。それは島唄だ、島唄いいわ、いいわ。まあどういうふうになるかわからないけど、でもねやっぱあの選曲もいいですね。うん、やっぱ自分自身が心にこう響いた歌、はい、で大事にしている歌で、あのそれをこうみんなに聴いていただきたい歌ということで選んでるじゃないですか。で多分その何度もね歌い込んでる歌だから、もう自分のものになってるっていうか、だからやっぱり大事にしてるんですよね。そうですね。あの 詩の一つ一つも、うん、あのぜひみんなに見せたいとかって、うん、あの湘南高の時にもありましたよね。はい、ね、だからやっぱり歌の素晴らしさ、あもうあと時間はちょっとですけれども、ええ、ぜひあの30秒ぐらいででも音楽の素晴らしさを一言言ってほしいですね。はい、歌を歌うことによってその作った方の人生とつながり、詩を作った方の人生とつながり、その時代とつながります。歌を歌うとですねワープします。でそのワープ体験が、あその時代もその人なりに苦しみ悲しみ喜び、一人の人間としてあの悩み生きて、そして人とつながり感謝して生きてたんだな、全く同じなんだな、その疑似体験が歌、特に詩があるものとあの関わり合った時に音楽というのは本当にそれを教えてくれます。なので本当にですねたくさんたくさん人生をいただいたような体験を音楽を通してできます。ですから外国の曲もまさにそうなんですけども、うん、そういった意味で世界平和はまずお互いの国、そして歌音楽詩を通してですねお互いの痛み喜びを分かち合うことによって良い時代、ますます音楽が必要になってくるかな。コロナだ、今はコンサート少なくなってますけれども、うん、そういった意味ではもっともっと今ズームとか今回もねあのイヤホン一本で歌いましたけどこういうことが可能な時代っていうのも感謝ですよね。なのでもう今の出会えなかった人とこういう形でまたご縁で出会ってますので、いろいろ楽しい機会を作っていければ音楽に感謝の時間でした。ありがとうございます。前田さんお願いします。あの音楽の素晴らしさに全く同じことを思ってまして、あの僕も詩吟そうなんですけれども、はい、やはり個人の人と、つながれるっていうのが一番音楽のこの詩吟に関して魅力だなって思っていて、尺八っていうのを言葉はないんですけども、やはり歌のような感覚なんですね、尺八を吹くっていう時にも、なのでこの心から伝えて、それが相手に心が揺さぶられると、やっぱりそこでその聞いた方ともつながれるというか、そういった形でどん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 その和というものが広がっていけるんじゃないかなって思います。それであの日本の音楽に限らず、日本の音楽も楽器にしても何でもいろんな世界とのつながりがやはりあるんですよね。琵琶に関しても中東から来ましたし、ギターにもつながりがありますんで、まあ、そういったところを見ていけば本当に世界って一つとして見てもいいんじゃないかなって思って、はい、まあ、そういったところからこの音楽活動世界平和につなげていけたらななんて思いますよね。素晴らしい、ありがとうございます。あの今お二人からあのいただいたメッセージも含めてですね、あの私が大好きなあの奄美大島喜界島の安田民謡教室の、安田聖子さんにあの手紙であの送りたいと思います。あの安田民謡教室の安田隆秀さん、あの民謡教室50年以上やられてですね、あの今年4月に、94歳で亡くなりました。あのその仏壇の前には私があのお送りしたですね手紙を大事に飾あの置いてお供えしてあって、それを大事に読んでいると、繰り返し読んでいると、またあの生徒さんや親御さんにも読んでいただいて、みんなで喜んでいるということをあの聞きました。あのとてもですねあの、素晴らしいことでございました。あの、本当に、安田民謡教室の、安田隆秀さんのご冥福をお祈りするとともにですね、これからの安田民謡教室の、ますますの、ご発展と、また生徒さんたち、あと、平松さん、平松さん入れますか、あと50秒ちょっと立って後ろに立って後ろに立って
ハーモニカの日本一、アジア一、世界2位の平松、平松さんちょっとしゃがんで、はい、はい、じゃああと30秒素敵に一言話してください。30秒ちょっと、ラストパフォーマンス、30秒。こんにちは、平松悟と言います。今日はどうも見ていただいて本当ありがとうございます。直澤さん素晴らしい方ですよね。こう縁と縁をつないでいただいて、大切にしています。ありがとうございました。ありがとうございました。